ジョナサン・メイヒュー・ウェイン・ライトジョナサン・メイヒュー・ウェイン・ライトはアメリカ合衆国の政治家共和党に所属しニューヨーク州選出連邦会議員を務めたニューヨーク州ニューヨーク生まれ1884年にコロンビア大学政治学部を卒業し1886年に同法科大学院を修了した1886年に弁護士として認可を受けニューヨーク市内をび ウエストチェスター軍において弁護士業を経営した。1889年から1903年までニューヨーク州兵に所属し、米西戦争で第12不評連隊の隊尉を務めた。1902年から1908年までニューヨーク州会員議員を、1909年から1913年までニューヨーク州上院議員を務めた。 1914年から1915年まで、ニューヨーク州労働者保障委員会の初代委員を務めた。1916年に、ニューヨーク州兵で中佐となり、米北国境で観察官を務めた。第一次世界大戦中の1917年から1919 19年まで、第27師団で中佐を務めた。1921年3月14日に、 ウォレン・ハーディング大統領から陸軍時間補に指名され、1923年3月4日に辞任するまで同職を務めた。共和党から連邦会院議員に選出され、1923年3月4日から1931年3月3日まで498年、務めた。ウェインライトは1930年に共和党の候補指名を受けなかった。 1930年から1937年まで、ウエストチェスター軍公園委員会の委員を務めた。1945年6月3日、ニューヨーク州来にて死去。遺体は、グリーンウッドユニオン墓地に埋葬された。ありがとうございます。